はい、どうもラモックスです。今回ですけども3月3日に行われる東京マラソンに出場するので、その目標、意気込みなどを話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずこの東京マラソンに関してですけど、僕は、どっちかというとそのまあ、お祭り的な、大会かなというふうに僕は位置づけていて、いつもであればこの時に、こういうタイムで何が何でも走りますとか、こういう順位を狙っていきますっていうことを話すんですけども、東京マラソンに関してはこの1年、2023年度の1年間の最後の、レースということもあり、まあ、ご褒美的な、走りをしたいなと。なのでその東京っていうその中心を贅沢に走る大会ですので、まあ、楽しみながら走りたいなというふうに思っています。ただ、ある程度タイムっていうのもしっかりしていかないと、それはそれで、まあ、走ってる時間も長くなってきつくなってしまうので、まあ、ある程度女子の先頭グループのあたりにつければいいなと思いながら走って、その中、まあ、どれぐらいのタイムで走れればっていう感じで、あまりこう気負わずにですね、周りを見ながら楽しみながら、東京の街を走り抜けたいなというふうに思っています。今年1年今いろいろありましたけども、最後まあ楽しんでゴールできれば今年1年も良かったかなというふうに思いますので、まあ来年に向けて、この東京マラソンいい締めくくりをして来年にしっかりつなげていきたいなと思ってますので、まあ応援の方よろしくお願いいたします。できる限り、テレビで、映れるような位置で走りたいなと思ってますので、もし、当日現地に来れない方などは、テレビを見ていただければちらっとこのレインボーのユニフォームが映るはずなので、その辺も注目していただければなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。